ました。今開いて手前にいるのがデルファ、開いて奥にいるのがクロンキット、右手手前にいるのがラッキースター、右手奥にいるのがドルカスですね。ドルカスがクロンキットに倒された。クロンキットが倒れている。さあデルファ起き上がって、大丈夫ですか。さあラッキースターはとりあえずデルファを攻撃しておっているが、デルファも投げようとしてたのかな。だけど倒れてしまっている。ここからどう攻めていくか。クロンキットの強力な腕が叩いてきていますか。オレンジの気持ちからっているのがクロンキットのデルファ、紫の気持ちからっているのがラッキースターと。うわぁ、うめぇ。セーフだそうです。あ、なんか落ちていたらしいじゃない。おーっと、あれしか飛んだ。はい、紐を切れたために、勝者クロムキットゼルファチーム、アッチワッチレディーファイン。アーデルの方も起き上がって、がっぽく手を伸ばせますか、ね、横パンチで、あ、ちょっと引っ張らせよう、はい、あ、違うか、子供でしまいました。それで、ゲーム性のラッキースターや、あーしゃべる、いやー、結構ちょっと足を引っ張ってたんですけど、まあ、気をせるでしょ。できるかな。よし、次は判定、はい、はい、足りないということで、さあ、その赤い機体のガルーですね。ガルーは非常に強力で、さっきのバトルでもこうすごい投げられるように非常にバッとバッとバッとしたのでね、でも見ていただきたいと思います。おっと、リュウキツーの足を掴んだがうまくいってないか。はい、さあ、アデルとドリラーを中心にしたが大丈夫だ。ドリラー、ヒルドリラー、ドリラー、おっと、ドリラー倒されて、ドリラーも巻き添えを食らった。嫌だよ、嫌だよ、食らったかも大丈夫ですけど、大丈夫ですよ、まあ、審判そして、ちょっと口が悪いので、はい、失礼いたしました。はい、さあ、どうでしょう、ちょっとリュウキツーのおっしゃってございます。さあ、行きましょう。おーさあ、始まりました、2回戦のところですね。
か。左手手前側にいるのは黒、ガルー、左手奥が、アジノ、右手手前がクロムキッド、右手奥がゼルファーですね。赤ガルー、緑クロムキッド、青ゼルファー、銀、アジノと覚えてください。まあ大丈夫ですよね。さあ青いゼルファーが探しちゃいましたね。アデレも探しちゃいました。さあここからどういう展開になっていくのか。どっちかリンクアウトで決着です。やっぱノートの世界で女性が強い。